道の駅日立お魚センターからおはようございます。朝4時半です。では参ります。どこに行くかというと素潜りしに行きます。でダニエルさんはそこで寝てたらしいです。レンタカーで昨日の夜は釣れなくて、昨日の夜というか夕方ですね。なんでもう帰ろうかっていう話にもなったんですよ。しまった、これ道間違えてます。左じゃなかった。本当は右に行かなきゃいけないのに、どっかで U ターンですね。ただ朝日が、おー朝日が綺麗やで。なんで一縷の望みにかけて大ちゃんクジラのところ素潜りと釣りということで、友達はホテル泊まってます。僕らは朝一で素潜りに行こうと思うわけですよ。そしてあれがクジラの大ちゃんです。そしてこれがダニちゃんです。クジラのダニちゃん鳥これ魚探だとめっちゃ魚がいるんですよ。あっち今こちらで釣りをみんなでしようということになっておりましてですね、ただ僕の方は無理やり旅放題続けなきゃいけないんで、今のうちに充電していきます。これね、魚群探知機使ってめっちゃいいポイント見つけたんですよ。2日前に行った清張の家までこっから42キロ42分、で時間がまだ1時45分でしょ。4時までなんで余裕でしょ。今まあちょうどいい時間じゃないですか。では参ります。着きました。余裕ですね。充電します。1回目充電終わりました。 45% まで回復したんです。したんですけど、ここね多分ねなんか2回連続でできないようになってますね。ということはどうしよう、どうしよう。さっきまでいたのがここなんですよ。開門町でいいのかな、開門町ふれあい公園。37キロでしょ。行けるには行けるんですよ。でもただこの開門町から東京までは125キロなんですよ。帰れなくないですか。まあまあいいや、友達待ってますんで友達と合流する、合流するのが先でしょ。合流してから考えましょうか。いやーこれね、さすがの坂本でもこれはきついぞ、これはきついぞ。釣りとか友達とかもう全然関係ねえって言うんだったら、こっからあのマホロバの湯、あそこまで行っちゃえば 80% まで充電できるんで、マホロバで 80% までできれば東京まで余裕で帰れるんですよね。いやでもなんかちょっと面白い、面白い、いやいいんですよ。なんか E プラスだともうどこでもどこまでも行けちゃうなっていうのは分かってたんですよ。ある意味ちょっと僕にとってはぬるま湯だったんですよね、無理やり旅放題といえども。だからこれ超縛りきついじゃないですか。友達と一緒に釣りをしながらさらにこちらは無理やり旅放題みたいな。いやまあ無理やり旅放題しなくてもいいんですけどね。日立のところに日産なんていくらでもありますから、あそこら辺で充電すればいいな。そうか、まあまあまあ友達と行くときは無理やり旅放題じゃない方がいいけど、やってやれないことはない。まあいいんじゃないですか、面白そうじゃないですか。多分誰もやんないでしょこんなこと。まあ昨日の夜日立お魚センターで寝ちゃったんですよね。動画は回してないんですけど、みんなでインドカレーを食べに行ったんですよ、ナマステっていうところで。それで割とね遅くまでその店にいたんですよね。閉店まで行っちゃって、で明日どうするとか釣りのポイントはどこがいいんだみたいな話を永遠してて、で僕の体力の限界が先に来ちゃったんですよ。だからもうそっから近いところでしか動けないと。だからもう一番近いのが日立お魚センターだから、もうそこで寝ようと。で無理やり旅放題の企画だから充電もしないって寝たんですよ。うん、でもまあ友達優先ですからね。ワイ無理やり旅放題の企画中だからちょっと早めにおいとまして、まほろばの湯行きます。
ていうのもかっこ悪いじゃないですか。そこはやはり。いやーでもな、まあ、別に友達なんでね、言える中ですからね、ちょっと企画中だからすまんねと、わしちょっと先に行くわって言えばよかったな。いやでもね、いいんですよ、いいんですよ、こういうので。もうね、後先考えずに、まあ、適当に乗っても乗れちゃうよっていうのを証明したいわけですよ。でも毎度毎度タイトルに困りますよね。これ最初茨城海岸線派無理やり旅放題の予定だったんですけど、1日目でいきなり失敗したじゃないですか。で、最終日あたりで友達と合流して釣りだなんだで、しかもその釣りの動画撮ってないっていう話ですからね。素潜りはちょっと撮ったかな。今日はカメラ、GoPro 持ってかなかったんですけど、阿字ヶ浦で潜ったんですよ。テトラ一周。海が、透明度がかなり上がってて、で、かつ、波が穏やかだったんですよ。だからテトラの奥の方まで全部あれぐるっと一周見たんですね。1時間半か、1時間ぐらい潜ってたのかな。1時間泳ぎっぱなしなんで、今ね、もうね、めちゃくちゃ心地よい疲れに包まれてるわけですよ。これ多分釣り場行っても僕は釣りできないっすね。あのスノーピークのコット出して寝ましょうかね。ちょっと寝かしてもらおうかな。今3時半なんですよ。で、潮の関係で今日はいいとこ7時ぐらいまでじゃないかなって言ってるんですよね、友達が。そうしよう、そうしよう。ダウンジャケット着れば外で全然眠れますからね。で、それで寝て、で、夜は、しょうがない、あれにしましょうよ。マホロバ。マホロバ行きましょう。行くしかないですよね。マホロバ行かないと、だって東京帰れないもん。あれからなんやかんやあって朝の阿字ヶ浦に戻ってきました。今日はここで寝ます。で、外はね、もう真っ暗で何も映らないんで、今日の走行距離です。136キロしか走ってないのに、バッテリーがなんでこんな少ないかっていうと、今日の始まりが少なかったんですよ、そもそも。だ途中で、清張の家ですか、清張の家行って充電させてもらって、でもね、2回連続できなかったんですよ、あそこ。だからもうしょうがない。で、戻ってきて70キロ、50キロぐらい ?40 キロぐらいだったっけな。割と結構、時間かかるんで、距離もかかるんで、で帰ってきてこんな感じです。これね、もうね、東京帰れないんですよ。ほら見てください。東京まで129キロ。でしょ?で、途中で無料の充電器あるんじゃないのっておっしゃる方、確かにそうなんですよ。確かにそうなんですけど、ちょっとね、今の時間でやってるところっていうのがないんですよね、ほとんど。ほら、24時間のがないでしょ?わかりやすく条件を24時間にしましょうか。これで低速の充電器はねやめます。ほらほら、ほとんどない。こっからわかります?もうね、東京埼玉、東京か、一番近いのでここ葛飾小岩の駐車場で、ここまで行けるかどうかなんですけど、122キロじゃないですか。だからもう行けないんですよ。行けないの決定なんですよ。だからもうこれ明日の朝までここにいて、朝までここにいて、またもう一回、今日行った、あそこですよ。何でしたっけ?なんとか会、宗教団体の。あそこに寄らせてもらうしかないという、ここです。だから茨城はね、無理やり旅放題割と難しいっすよ。好き放題やろうとすると。多分僕のおすすめはですね、ここですよ。ここ、このマホロバ。マホロバの湯が一番いいと思います。いいと思うんですけど、このマホロバの湯ってもう茨城じゃないんですよね、これね。栃木県なんですよね。うん。まあそんな感じですよ。で、今日はなんか動画が少なくて本当申し訳ないですね。友達と一緒にですね、釣りしたり、朝素潜りしたり、で、素潜りもね、これ、この阿字ヶ浦で朝潜ったんですけど、なんか GoPro 持ってこうかどうか迷って、やめたんですよね。なんか GoPro 持ってかない方が撮れるような気がして、で、一個、
海タナゴのちっちゃいやつ取れたんですけど、もう全然お見せするほどの大きさじゃないんで、ね、でも中は割と綺麗だったんですけど、やっぱね、伊勢島の方が全然綺麗ですね。はい。で、磯崎で、結局磯崎でまた帰ってきて釣りをして、でね、釣れないんですよね。今の時期は茨城ダメみたいです。釣りはなかなか難しいみたいです。いや、画面真っ暗で面白くないですよね。すいませんね。まあ、そんな感じです。なんでこれで寝て、これね、暖房つけてもエアコンつけても多分大丈夫でしょう。で、外気温21度なんで、エアコンもなしでもいいぐらい。で、これで寝て朝起きたら、あそこ、あの宗教団体、聖教の家で充電させてもらって、で、東京帰りましょっか。多分大丈夫じゃないかな。30分充電して20キロワットは、まず入ると思うんですよ。20キロワットだとプラス120キロになるんで、こっから、その、宗教団体のところ、50キロぐらいかな。いやー、帰れるのかな。帰れんのかな？面白いですね。まあ、とりあえず今日のところは以上になります。